サークルにはアンガス・ブラントとカイソット。今試合が始まりました。まずはティップオフを制した新州ブレイブウォリアーズ。リバウンド、このリバウンドですね。昨日のゲームはこのスコッツ選手がねすごくいい活躍してるんですよね。そしてセカンドチャンスを生かしました。いい思い、はい、第2クォーターが始まっています。星野のいいディフェンスがありました。そして奪いました。石川が走る。そしてジャスティン・バス、ゴール決めました。いいですね、いい入りですよね。それはこれまでに66人が達成している記録です。うまいですね。石川の走るポイント、うまかったですね。ビュートフ、スリーリバウンド進修。石川、ね、長いボール、ゴール下ジャスティン・バッツ、速攻決まりました。いいですね。ここも石川と森井のマッチアップです。森井が後ろから行ってまたファールをもらって、バスケットカウントエンドワン。ここでちょっと止まってシュートを打ってファールをもらって決めた。ただ B リーグ2m25 を奪った。ジャスティン・マッツ決めた。ビッグプレーが生まれました。キャリアハイは改めておさらいしておきますが25点です。モリーの2ポイント、うまいですね。シュッシュ・ドンディ、そこにモリーがついています。ファール2かさんでいます。しっかり決めていった。まあですね、ミスマッチつきましたね。早めに攻めなければいけない横浜ですが、信州のディフェンス効いてます。取りました。なかなか攻めきれない中でアリウープが出た。アバリエンドスからバッツ、逆にゆったり攻めることができます。アバリエントスからおしゃれなパス、素晴らしい、よく見てました。そんな展開になっています。エリエット・ドンリーからバッツ、立て続けるアリウープだ。横浜です。ただここパスカット、アバリエントス。さあアウトナンバー、また来た。3本目アリウープ。さあジャスティン・マッツが行きます。時間を使います。アバリエントスのディープスリーも来ました。さあ2本目です。落ちました。マッツがリバウンドを取って、時間がなくなりました。信州ブレイブウォリアーズ勝ちました。